皆さんこんにちは。温室改善大作戦9回目になります。桜満開です。この動画は比較的手軽に温室改善できる方法を紹介していく内容となっています。今回はデンジャーについて簡単な対策方法を紹介していきたいと思います。まずオーディオの話の前に家電製品の話ですが、電子レンジなどには緑色のコードがついていますよね。あれは電磁波を地面に逃がすためのものなので、ちゃんとアースして使った方がいいですよ。アースをちゃんとして使わなくても使えますけれども、その分電磁波が出てしまうということになります。体に良くないのでアースをしてない方はちゃんとした方がいいですね。それでは電磁波の簡単な説明と対策についてお話ししていきます。私たちの生活している空間はまず電磁波で溢れています。これはどうしようもないことです。電磁波には2種類あって、高周波の電磁波と低周波の電磁波があります。高周波の電磁波は何かというと通信系の電磁波になります。テレビ、ラジオ、その他の通信、携帯、パケット通信、 Wi-Fi などの電波から出ているものになります。一方、低周波の電磁波は何かというと家電製品から出ている電磁波になります。使用時に出る電磁波になります。電子レンジ、ドライヤー、ホットカーペット、テレビ、その他ですね、これらの電磁波はオーディオ以前に私たちの体に非常に良くないです。日本では電力会社の大きめの変電所や高圧線のそばでも普通に住宅地があって人が住んでいますが、海外の国によっては電磁波が人体に及ぼす影響を配慮して、そういった施設のそばは住宅地として人の住んでいない国も多いようです。またこの電磁波は建物の構造によっても影響の受け方が随分違います。それは何の違いかというと、木造なのか鉄筋なのかの違いです。例えば鉄筋のマンションの場合は、部屋に溜まった電磁波は骨組みの鉄骨を伝わって地面に逃げるため、あまり影響を受けないそうです。一方、木造の建物はどうなのかというと、マンションのように電磁波が地面に逃げることはなく、また建物の中には F ケーブルが蓄電数、加熱庫でも違いますけれども、300メーターから1000メーター張り巡らされています。つまり木造の建物は通電したコイルの中で生活しているような感じですね。オーディオ以前に体の心配の方が先なんですが、今はオーディオの話をしているのでこのまま続けます。ということで、マンションにお住まいの方は電磁波の影響を考えると少しラッキーと言えますね。私の住まいもそうですが、木造戸建てでオーディオを楽しんでいる方はマンション住まいの方以上に電磁波を気にした方が良さそうですね。またこの電磁波を遮断する部材としては、アルミのシートや銅のシートがあります。マランチの上位グレードになるとアンプなどのフレームに銅を使っていますが、その理由はこの辺のことを考えてのことだと思われます。だからどちらかというとマランツの音はすっきりしているのかもしれませんね。それでは簡単な対策になります。まず電磁波を減らす方法になります。まず電磁波の低周波については家電製品ですが、しっかりアースをすることが大切なんでしょうね。またオーディオを楽しんでいるときは使わなくていい家電は使わないということです。冷蔵庫を止めるわけにいきませんけど、まあほどほどに。それと高周波の電磁波になります。通信系の電磁波については個人レベルでは対応のしようがないですよね。ただ自分で発信している電波については止めることができます。スマホと Wi-Fi ルーターです。この2つからは強力な電磁波が出ています。止めることによって電磁波の影響を随分減らすことができますよね。スマホは機内モードかシャットダウンして、 Wi-Fi ルーターはオフにすればいいわけですね。ただ止めることのできない方はオーディオシステムのそばには置かないようにすればいいと思います。以前オーディオショップの方が、お客さんがたくさん来ると展示音出ししているシステムの音が悪くなるんだよねと言ってました。つまりお客さんの持っているスマホから出る電波が多くなってしまい、それがシステムに何らかの干渉をして音質劣化につながってしまうということですね。これは私の話ですが、
ノイズ振動電磁波対策といろいろしていると、音がいい感じに落ち着く場合と音がいい感じにスッキリする場合と2つのパターンがあるんですよね。私はテスターとか使っていないので数値的に立証できないんですけれども、どうも電磁波の影響を受けていると音にモワッとした感じが乗るようです。なので電磁波対策で電磁波を逃がしてやるといい感じに音がスッキリしたのだと思います。いくつかある方法のうち一つを紹介したいと思います。ここからは自宅からお伝えします。オーディオも家電なのでアンププレイヤーからも電磁波は出ています。対策方法もいくつかありますが、今回はまずケーブルについて触れていきたいと思います。ケーブルからも電磁波は出ています。一番強いのは電源ケーブルになります。それと皆さん聞いたことあるでしょうか。迷走電流というノイズの一種がケーブルのシースの表面に電磁波と静電気により発生しています。それが音質を劣化させています。ストレートキャパシティというのですが、詳しくは別の機会にお話しします。とにかくケーブルは電磁波と迷走電流の干渉を受けています。それを原因に音質が劣化しています。ということで今回紹介する対策はシステムの後ろのケーブルを整理するということです。なんだそんなことかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、後々いろいろなことにですね、抜け感とかに影響します。どのように整理するかというと、電源ケーブル、ラインケーブル、スピーカーケーブルを全てそれぞれ非接触となるように立体交差させます。ケーブル同士の相互干渉をなくします。またケーブルは床に這わせるのではなく全てフローティングさせてください。状況が難しい方はできる範囲内でやってみてください。少なくても電源ケーブルにはスピーカーケーブル、ラインケーブルを触れないように整理してみてください。ケーブルをフローティングさせる上でのスペーサーですが、初めからオーディオ用を使うとお金がかなりかかってしまいますので、とりあえずはホームセンターで売っている建材の端材でもいいです。 2x4 とかですね、100均のクラフト用の積み木でもいいです。ホームセンターで売ってるレンガやコンクリートのブロックでもいいです。今ちょうど映ってると思いますけれども、ここではまずケーブルをそれぞれ非接触としてフローティングさせることが第一なので、この段階で品質は二の次でいいです。これだけでも音はすっきりします。ただケーブルやインシュレーターなどの投入だけでいろいろな対策のされていないシステムは感度が悪いので、もしかしたら違いがわからない方もいるかもしれません。ただ今後いろいろな対策をしていくことでシステムの感度ははるかに敏感になってきます。そうなるとケーブルのスペーサーの材質が音に乗っていることにだんだん気づくようになります。私も不思議なんですけれども、本当に不思議なことにスペーサーの材質の違いがはっきりと音に乗ります。そこまでシステムが敏感になってきたら、ある程度ちゃんとしたスペーサーに変えないといけません。建材の端材は生木ですよね。またプラスチックのキューブなどを使うとモワッとした音が乗ります。なのでオーディオ用のものと交換する必要が出てきます。でもヒッコリーとかのスペーサーって高いですよね。なので私は自作のスペーサーを使っています。それをご紹介します。それが今映っているものになります。シタン、黒炭、マホガニ、メープルなどの、まあいわゆる名木ですね。名木の端材です。ホームセンターにたまにあります。あとはクラフト屋さんとかでしょうかね。生木ですと、こういうこもった音なんですね。これが音に乗ります。これは黒炭です。ヒッコリじゃないですけれども、こういった名木を使うことによってこの響きが音に乗って高そうな音になります。で、背面には静止音に跳ねない音をつけてます。
で先ほどセットしてあったように、具体的にはこのようにスペーサーの上にケーブルを置いて、さらに押さえ込んでます。これによって音はかなりしっかりしたものになっています。ですからお小遣いがたくさんある方はオーディオ用のちゃんとしたスペーサーを使うに越したことはありません。一方、私のように部材にある程度こだわって効果のあるスペーサーが自作できるのであれば、その方がコスパははるかに高いですよね。音が悪ければダメですけれども、まあまあ良ければそれで十分ですよね。自作のスペーサーの断面図はこのようになってます。名木の端材を適当な大きさにカットして、鉛のシートを貼って、その上に羽根ライトを取り付けています。それが先ほどのスペーサーです。それでは私のシステムの背面を見ていきます。先ほどご紹介したスペーサーの上に載せてます。フローティングさせてます。電源ケーブルとかには触れていません。ラインケーブルとかふにゃってなってしまうので、タコ糸で吊っています。ラインケーブルとかに限らず、うまく立体交差できない場合はこのようにタコ糸で吊ったりするといいと思います。ラインケーブルも他のものとは触れてません。自作のタップからノイズフィルターを通して電源ケーブル走ってますが、フローティングしてます。プレイヤーの電源コード来てますが、こちらもスピーカーケーブルには触れていません。立体交差してます。でかつ全てフローティングさせてます。全てフローティングさせてます。スペーサーはしっかりしたものを買った方がいいと思いますけれども、部材さえしっかりしたものを使って自作すればある程度は使えますね。それでは今日は以上になります。分かりやすく話したつもりですが、どうだったでしょうか。いずれも簡単にできることばかりなので、興味のある方は早速やってみるといいと思います。これだけのことでも結構音はいい感じになります。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。